皆さん、こんにちは。公認会計士の小林修司です。本日は iPhone 14 Pro、 これについて見ていきたいと思います。本日はですね、 iPhone 14 Pro、 少しね遅くなったんですけれども、ようやく到着しましたので、それをねレビューしていきたいと思います。私がですね iPhone 14 Pro に買い替えた大きな理由はですね、カメラの機能です。 iPhone 13 Pro よりもですね iPhone 14 Pro の方がより写真をですね綺麗に撮れる、やはりこう子供の成長をねこう写真で残しておきたい、まあ、そういった私の考えがありますので、 iPhone 14 Pro、 安い買い物ではないんですけれども、こうカメラをねカメラ機能を重視して買いました。なかなかこう日々の生活でミラーレス一眼をこう持ち歩くっていうのはなかなか難しいところもありますので、手軽にね写真とか動画をね残せる、まあ、そういった意味では iPhone 13 Pro でも全然そういった撮影とかね写真は問題ないんですけれども、記録に残す時のその画素数といいますか、やっぱり綺麗な写真を残したいというところなので、もちろんね撮る人の腕前ってところはあるかもしれませんけれども、やはり綺麗な写真で子供たちの記録をね残しておきたいと、まあ、そういったことをしたいなと思ったので購入しました。 iPhone 14 Pro ですね、ギガ数メモリーはですね 512GB のものを選んだんですけれども、ちょっとねそこがこの高画素のデータを残していた時に容量が足りるかどうかちょっと心配なところではあります。ただ本当にね安い買い物ではないんですけれども、だいたいですねこの iPhone 14 Pro 512GB モデルですとだいたい19万円ほどします、公式サイトで見ますと。ただですね iPhone 13 Pro を下取りに出すことによって、だいたいですね8万円ちょっとの値段で売ることができますので、実質的には約11万円で iPhone 14 Pro を購入するということになります。 iPhone はやっぱりこうリセールバリュー、中古でね買い取ってもらう時の値段が、まあ、かなりいい値段で買い取ってくれますので、もちろん傷があったりとか動作不良とかだと値段は下がりますけれども、最新のモデルに近いほどねリセールバリューは高いので、私の場合はそのリセールバリューの値段がこう古いモデルになっていくほど落ちていってしまうので、それがなかなかまだ落ち始める頃、いわゆるまあ最新機種と最新機種を交換していく、まあ、そういったようなサイクルで今運用をしております、まあ、そういったことで、まあ、これからですね iPhone 14 Pro 設定をしていきたいと思います。早速ですねシールを剥がしていきたいと思います。早速ですね箱を開けてみたいと思います。色はですねディープパープルを選びました。箱の中身はですね本当にシンプルで、USB Type-C とライトニングの充電ケーブル、そしてこちらの SIM のピンが入っております。まずですねこのカメラのですね出っ張りがですね結構これ出っ張ってますね。 iPhone 13と比べるとですねかなりですね出っ張っています。これやっぱりちょっとねケースをつけておかないとかなりね傷がついちゃうんじゃないかなっていうふうに思うぐらいちょっとね伸びてます。それぐらいですねちょっとカメラが出っ張っています。 iPhone 13もあるんですけれども、この出っ張りとですねちょっとですねかなり違います。重さはですね持った感じそれほどね大きな違いないです。こちらはですね iPhone 13 の Pro なんですけれども、重さはですね、まあ、ちょっと14のが少し重いかなっていうぐらいで、手で持った感じではほとんどね重さの違いはまあちょっとだけ重いかなっていうような感じで、ほぼ同じような感じだと思います。第一印象でやっぱり思ったのはこのカメラのね突起の部分、ここがですね13 Pro より比べるとまたこのカメラの出っ張りが増えているというところなので、
これはちょっとね、ケースをつけないと結構傷ついちゃうなっていうような感じです。それではですね、 iPhone 14 Pro の方もですね、画面を剥がしていきたいと思います。まず大きな違い、ここですよね。ちょっと見えないかもしれないですけれども、いわゆる iPhone 13までありましたこのノッチ、この上の部分のですね、ノッチの切り込みの部分がですね、 iPhone 14ではなくなっています。ガラス結構頑丈なんですけれども、やっぱりですね、まだ新しいので画面を割りたくないので、ガラスフィルムをですね貼っていきたいと思いますので、これからちょっと貼ってセットアップまで完了したいと思います。それではカメラの写りを比較してみました。まず iPhone 13 Pro、 こちらは12メガピクセルのカメラの画像になります。真ん中のシャープ A の芯のケースにピントを合わせております。続いて iPhone 14 Pro、 こちらは48メガピクセルの画像になります。両方ともローデータで撮影しております。両者の画像を比較してみましょう。私の目で見ますと iPhone 14 Pro の画像の方が、このケースの細かい英語の文字が13 Pro よりもはっきり見える感じがしています。参考までにソニーの α7M4、 レンズは GM2470 の GM2 のレンズで同じ場所を撮ったものになります。こちらの方がやはりセンサーサイズが大きいので、英語の文字の小さいところがはっきりと見えると思います。このあたりは仕方ないですね。そういったことで1日触った感想なんですけれども、第一印象なんですが、この Face ID の認識、 Face ID の認識精度がねすごい速くて快適です。 iPhone 13 の時のこの Face ID のこのロック解除までが少しね時間がかかる時が何回もあったんですけれども、iPhone 14 Pro にした場合にはこの顔認証のスピードがねすごく速くなりました。あとですね、こういろいろ画面スクロールとかアプリのこの操作感覚がなんか気のせいか14の方がすごいスムーズで速くなったような感じです。これはちょっとね、体感的なところなので人によって差があるかもしれないんですが、私がとにかく実感したのはこの Face ID のロック解除、このスピードが13 Pro よりもかなりね速くなって、こう使いやすくなったなっていうような印象になります。またこの iPhone 14使いながらですね、いろいろ設定をねいじったりしていきたいと思っております。そういったことで今回は iPhone の14 Pro 購入しましたということで、ちょっとね気になったカメラの機能ですとか1日触った感じ、そういったところをねお伝えさせていただきました。このチャンネルではですね、公認会計士受験生や公認会計士に興味関心のある方に向けて役立つ情報ですとか、あとは公認会計士として日々実務をやっていく中で思ったこと、感じたことを発信するチャンネルになっております。たまにね、自分のお気に入りのガジェットの紹介とかも交えながらチャンネル運営していきたいと思っておりますので、そういった形でチャンネルを運営していきたいと思っておりますので、チャンネル応援していただける方はぜひチャンネル登録していただけると動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。